空から見ると広島は白い砂漠のように見えました。すべてのものが強烈な爆風になぎ倒され、6000のもの高温で焼かれ、何もなくなっていたからです。爆心地では一瞬にして水蒸気となってしまった人も大勢いました。高熱、爆風、放射能の3つのエネルギーによって瞬間的に、そしてじわじわと大量の破壊、殺戮が行われたのです。10万もの人が死に絶え、何の救いの手も差し伸べられず、もがき苦しむ人々が何万人もいたのです。そこには人類史上最悪の破局が展開していました。広島に人類史上初の原爆が投下されてから1ヶ月、6機の編隊を組んで広島上空を通過してきた飛行機から降り立った人の胸には、赤い布の縦と横の線が直角に交わった赤十字のマークが輝いていました。彼の名はマルセル・ジュノー、スイス人医師、国際赤十字委員会駐日首席代表。胸のマークは幾多の戦場でさまざまな困難を乗り越え、苦難の歴史が刻まれていました。しかしそのマークの奥には十字の赤よりもさらに熱い心が燃えたぎっていたのです。国、政治信条、宗教、民族の違いを乗り越える人類愛という熱い思いが、1939年9月、博士は手紙でジュネーブに緊急招集されました。ナチスドイツのポーランド侵略で第二次世界大戦が始まったためです。世界中に急速に暴力の激しい嵐が広まりかけていました。博士はまさにその嵐の中心となっていたドイツとその占領地で、ただ一人の国際赤十字派遣員に任命されたのです。ポーランドの首都ワルシャワでは、度重なる空襲と砲撃により、5万人の死体が放置される事態となりました。30万人のユダヤ人がゲットーに拘留され、敵と味方の間で捕虜の数が急激に増大していきました。ドイツとソ連との戦いでは、一度に何十万人ものソ連兵が捕虜になりました。戦争の拡大によってヨーロッパ中、そして世界中に捕虜収容所が作られることになったのです。ある日、博士はドイツの外務省から突然の呼び出しを受けました。フランスで捕虜となっていたドイツのパラシュート隊員が虐殺された。我々は隊員一人の犠牲につき10人のフランス人捕虜を銃殺する。博士は直感しました。もしそんなことが実行されれば、報復が報復を呼び大変なことになる。待ってください。
この件をフランス政府に通知する許可を求めます。私がパリに行って情報を確認します。ドイツ政府から与えられた時間はわずか12日間でした。交戦状態にある両国の国境を越えることはできません。遠回りでもベルリンからはスイスを経由してパリに入るしかありませんでした。ところが戦争中の交通網は分断され、スイスからフランスに入れる列車は一本もなくなっていました。時間との戦いです。しかも悪いことに、博士がパリを目指している間にドイツ軍がパリに攻め込み、フランス政府の避難先がどこか分からなくなっていたのです。やっとボルドーという町に臨時政府があることを突き止め、検問を受けながら自動車でたどり着いた時にはすでに10日が過ぎていました。それから臨時政府と交渉し、ドイツ人パラシュート隊員本人たちに会い、虐殺の事実と違うという証言を得ることができたのです。博士の電報がジュネーブ経由でベルリンに届いたのは12日目の夜でした。あと数時間遅れれば間違った情報による報復の連鎖が始まってしまうところでした。この時の博士の行動に大変感謝していたフランスのペタン元帥が博士に尋ねました。あなたの原動力は何ですか？博士は一問二もなく答えました。愛です。マルセル・ジュノー博士は1904年、スイス・ヌーシャテル州の小さな村で生まれました。フランス人の父、牧師のリチャードと、ジュネーブ出身の心優しい母、ジャンヌの間に授かった7人兄弟の5番目の息子でした。1914年、第一次世界大戦が始まり、スイスでも食糧事情が悪化。その中で自分たちの食べ物を削ってまで困っている人々を助ける両親の後ろ姿を見ながらマルセルは育ちました。14歳になるとマルセルは両親を助けようと、休みの日にレンガ工場で働くようになりました。そんな矢先、尊敬していた父親が亡くなり、医学の道を目指す決意をしたのです。家族はジュネーブに移り住み、マルセルはジュネーブ大学で外科学を専攻しました。実習では血を見て失神するような気の弱い学生でしたが、念願の外科医となることができたのです。大戦中のヨーロッパでは救援物資が捕虜や飢えた人々の手に届かない問題が発生していました。大西洋はドイツ潜水艦による海上封鎖、イギリス軍による逆封鎖で身動きが取れない状態でした。解決策は赤十字船の運航しかないと博士は考えました。船体を白く塗り、大きな赤十字マークを書く。その船にはどこも手を出さない。これはしかし当時の常識からは大きく外れたとんでもない考えでした。国際赤十字は国際機関ではあっても一民間団体にすぎません。その標識を国旗と同様に扱うことは航海史上かつてないことでした。
しかしベルリンでロンドンで博士の粘り強い説得と交渉が始まり、成功を収めたのです。その結果、赤十字船は1944年までに40万トン以上の食料と3300万個の小包、1300トンの医薬品を運び、大勢の人々を飢餓や病気から救ったのです。次の博士の任務は、赤十字派遣員として日本軍に捕らえられた捕虜の待遇を改善することでした。シベリア鉄道から入った満州で日本軍の捕虜虐待の現場を見た博士は、人間には人間に対する接し方があるはずだと日本軍将校の前に立ちはだかりました。中国にはソ連軍が迫っており、混乱する中で運よく日本軍機に乗って東京羽田空港に到着。これは広島に原爆が投下されて3日後のことでした。博士は原爆投下を聞き、広島に行こうとしましたが、軍が許可しません。軍の機密と人間の命、どちらが大切なんですか。博士は軍幹部に詰め寄りました。日本が敗戦すると本格的な捕虜救出が始まりました。その間も広島の情報を集め惨状を知ると、すぐに連合軍司令部に医薬品の提供を要請しました。しかし連合軍司令部はそれを拒否。連合軍にとっても原爆被害の実態は極秘事項だったからです。世界中で最も悲惨な犠牲となった人々が、戦争の敗者からも勝者からも見捨てられていたのです。でも博士は諦めませんでした。マッカーサー司令長官と交渉し、ついに15トンの医薬品や医療用品の提供を約束させました。ひたすら困った人を助け続けてきた博士の愛の力が、軍人マッカーサーの心を動かしたのです。9月8日、博士たちは大量の医薬品を運ぶ飛行機に乗って東京から岩国に到着しました。翌日、貨車で広島に運び、医薬品や医療材料が全くなくて治療ができずに困っていた市内各地の救護所に配分しました。そして4日間の広島滞在中に、原爆のあまりの破壊力に大きなショックを受けながら、自らも被爆者の治療に専念したのです。博士が運んできた消毒薬や包帯などは大変な治療効果を発揮しました。とりわけ医薬品の中のペニシリンや乾燥結晶は日本で初めて使われたもので、大勢の人の命を救うのに役立ちました。日本で初めて点滴が行われたのも、実はこの時の広島でした。そればかりではありません。心も体も深く傷つけられ、絶望の淵にあった被爆者たちを強く勇気づけました。救援の医薬品以上に、博士の愛の行為が人々の心に響いたのです。博士が日本で活躍して35年後、広島平和公園にマルセル・ジュノー博士の記念碑が建てられました。戦争で困っている人を救うため、どんな障害にも負けない強い意志で、不可能なことに
命投げで果敢に挑戦し続けたジュノー博士。一人の青年医師に過ぎなかったジュノー博士が世界を動かせたのは、困難や悲しみのどん底で心の叫びを信じて何度も乗り越え、人間に対する深い愛を持つようになったからだと、その記念碑は教えてくれているようです。ジュノー博士は私たちに語っています。私が見た光景は過去のものではありません。現在のものでもあり、未来のものでもあるでしょう。多くの負傷者や捕虜はあなたのすぐ近くにおり、彼らの運命はあなたが握っています。無数の声が助けを求め、あなたを呼んでいます。そう、あなたが必要なのです。あなたも第二のマルセル・ジュノーになれるのです。